やっぱりお前言葉を慎重に選んで毎回特別な関係になった異性がいるはずって言い聞かせた結果さ、いつも違う選択肢選ぶじゃん。はい、皆さんこんにちは。仕事終わりにご飯食べてお腹いっぱいになって眠い中収録をしている達也です。いや、いつもはね、仕事終わりになるべく収録しないようにね、こう時間を工夫しながら、やってたんですけど、今回ちょっとね、仕様で忙しくてさ、仕事帰りにちょっと収録しちゃった。ということで、少しでもね、なんか達也が頑張ってるなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。噛んだ、大事なところで噛む。ということで今日も、コープをやりたいなと思うんですけど、彼女から連絡が来てました。彼女かっこサード彼女ですね。占いによると本日のラッキーパーソンはズッバリ恋人、これは 100% 当たります。お店で待ってますから。なんだこの勧誘というか誘い方。やった、だかわいい。いたいた、生きているのに死んでいる。検証に協力する。あなたってどんな部屋に住んでるんだろう。占いで見えた通りなのかな。遠回し。普通に家に行っていいですかって聞けばいいのに。検証ですよね。しますよ。知り合いとの関係まだ深まりそうにない。そうだね。ああ、てかさ、ご自身に占いかけてみる。占いしたいんだけど、どうなるんだろうこれで。相性占いでさ、どうしますか。俺もすでにやってたわ、ごめん。すげえ時間の無駄。よし、協力します。はい、付き合う。実質に誘ってみようか。お前だんだん大胆になってきたな。誘ってみる。あんたの家行ってよかとね。やっぱり福岡とか九州弁かな。わかった、すぐ準備するね。あー、来た。カフェに住んでるのかと思いました。いいですね、こういう部屋。佐藤さんらしくて素敵です。あー、ポジティブ。ね、ベッキーはね、なんか、オンボ、アンティークだねって言ってたけど、ちはやふるいい子だな。静かですね。そうかな。なんだこの会話。音楽とか、ないんですか。あ、それとも、占う。ちょっと待って、何を期待してるじゃないよ。いきなりドSキャラを出してくるな。何って、何でもなか、かわいい。あなたはいつも堂々としてて、その、かっこいいです。ほんと、あなたを好きになってよかった。何を見せられてるんだ、俺は。いつも思うけど、俺は何を見せられてるんだ。また、お邪魔してもいいですか。いやー、これで次はコープ10になるかな。なんかコープ上がったとかさ、なんかないの、関係深まったみたいな。あと2週間か。じゃあ今日は、タエちゃんに、ユウスケに、ちょっとタエちゃん久しぶりに行きたいな。あ、ハルちゃんもいるんだね。あ、そうだ、てかさ、12月になったからさ、なんか、本屋さんとかさ、新しい本入荷してないかな。コンビニでバイト、ああ、そういうのもあるんだね。まずは、あ、なんかすげえ無言になった。あれ？あ、俺いつも場所間違えるんだよね。いつもさ、あの24がさ、コンビニじゃなくてさ、なんかわかんないけど、あの、ビデオショップとかに勘違いしちゃうんだよね。本屋さん。どれにいたしましょう。え、何もないじゃん。もうないのかな？新しい本も、図書館、図書室？でも図書室入れないしな。積んでる？DVD を借りたい。優しさ上がるやつないかな？緊張感、巧みな話術、魅力はもう上げたしな。度胸かな。
度胸だね。ランニングデッド、走るな走るな。ゾンビが走るな、怖さが倍増するわ。あいつらは遅いからこそギリギリ理性をね保ってられるんよ俺ら側は。じゃあ今日はタイちゃん行きたいなと思うので一回占いしとくか。さあ昨日うちに来た彼女に対して別の女の子との関係を進めてもらうようにお願いするこのサイコパス主人公。サイコパスすぎるだろ。はい、もうお金とか取らないでよ。ただでやってくれ よ。そういうわけにはいかないか、生活があるしな。よし、あまだ深まらないか。深まらないんだったらちょっともったいないな。じゃあ今日先にハルちゃんやるか。うん、肛門前。屋上に行く。あ、いたいた。なんかだいぶ育ってるね今回。ちょっと見えなかったもん、ハルちゃんが一瞬。よう、こんにちは。まずは栽培見せてくれ。そうだよね、12月だったしね。ちょうだいちょうだい。あっという間。第一ビーンズかけるさん、いいね。お、アワード獲得。屋上畑でなんかライム畑で捕まえてみたいなやつ出てたな。もう一回栽培しとくか。よし、生きてきしよう。うん、今は秘密です。毎回同じやりとり。お、高倉さんのこと、会社のこと、私なりにいろいろ考えてみたんだ。これからお時間ある？あるある。付き合う？どこで話すんだろう。あ、ここで。この間話した魔法覚えてる？心を通わせられる魔法、それがこれ。うん、土。あったり、かわいい。実はここの土ね、学校の肥料とか薬品を使っていろいろ調合してたからすごくいいの。ふかふかであったかくて水はけも良くて栄養たっぷり。これならきっと魔法効くと思うの。魔法。私言葉が上手くないし、思ってることを伝えるのドキドキしちゃう。そのままぶつけようって思っても悪い想像ばっかりしちゃうの。だから言葉の代わりに心を、これ何、囲めようかな。あのね、コーヒー入れようと思うの。私が育てたコーヒー豆で。ああいいね。もう4年ぐらいかな、やっと実ができそうなの。え、コーヒー豆ってそんな時間かかるの？育てるって心を寄り添わせることでしょ。お水あげてね、太陽当ててね。今日はどうかな、元気かな、楽しいかな、気持ちいいかなって気にして、ようやくなった小さな実には思いがぎゅっと詰まってる。それを味わってもらったらどうかなって。多分美味しくないわ。サイコパスすぎるけど。ここでこの選択肢選んだ人過去いるのかな。 99.9% は上選ぶでしょう。ちょっと押してみようかな。いや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 、3つ上がるんかい。何言ったって上がるんかい。もう惚れてるやんけこれ。きっととってもね、美味しく育てるには農園とかで修行しないとダメかしら。コーヒーのチェーン店、利益のためでも別にいいの。経営陣がそう決めたなら反対するつもりはないよ。でもね、もっと違う意図があるとしたら嫌だと思ったの。違う意図。奥村フーズには悪いイメージがついたでしょ。だからビッグバンバーガーって店名じゃなければ気づかれにくいって発想で、一度ついてしまったブラック企業というレッテル、そう簡単に抗えないのはわかるよ。でももし世間の目を欺く目的だとしたら私反対したい。あー、めちゃくちゃ笑顔で芯のあること言うな。かっこいいと思った俺も。正義のヒロインだものなんてね。ありがとう、あなたがいるから心強い。こうやって一緒に育てた土も私の味方になってくれる。勇気出さなきゃ。あの、高倉さんにお出しするとき一緒にいてもらえないかな。喜んで。あなたにいてほしいの。
そうしたらきっとちゃんと言えると思うから。完全に惚れてますね。うん。わ、そっか、もうここも8か。やばいな、全てのコープがどんどん終盤だ。さて、あとはこの土を持って帰って植え替えなきゃ。半分持ってもらえる？持って帰ってじゃねえや、持って帰ってだ。そう、当てれこというか、こうセリフ呼び上げるときさ、こう抑揚が難しいよね。もしもし、今日は手伝ってくれてありがとう。持って帰った土ね、早速試してみたよ。コーヒーの木喜んでくれてるみたい。気のせいだ。いや、自分も欲しいよ、ちょうだい。そういえばルブランにも鉢植えがあったね。大事にしてるかな。お世話するときは心を込めてね。結構いい栄養与えてるよ。あとは私が勇気を出して精一杯思いを伝えるだけ。高倉さんには連絡しておくね。あなたの都合にも合わせてもらうから。私の魔法、高倉さんに届いたらいいな。頑張るから、達也くんも見ててね。それじゃ、また。いやー、なんか寂しいな。どんどん終わりが近づいてるって感じするな。ただいま。クロスワードパズルだ。多分ね、この動画を見ている8割の人がね、このクロスワードパズルの時はね、スキップしてると思うんですけど、俺はがっつり、がっつりここはね、収録するからだ。よし。インターネット用語の一つ。ざっくり。ざっくりすぎだろ。穀物を蒸留して作るお酒。わからん。全然わからん。コントと書く、コンクリートだ。あ、これはわかるな。なんかさ、毎回さ、レベル上がってない？めちゃくちゃ難しいんだけど。コン、カキク、リート。コンクリートでしょ。登山者、あ、これはクライマーでしょ。あ、この辺はなんか簡単だな。クライマー。雪をくり抜いて作ったもの。鎌倉でしょ。いいね。周りは埋まってきたよ。歯医者みたいな動物は鹿でしょ。鹿助手でしょ。アザラシ。これアザラシってこう書くの？へえ。ファンを日本語で言うと、ファンを日本語で言うと、わかんねえ。これ難しくない？なんかこの辺までわかったのにわかんないんだけど。インターネット用語の一つ。あ、わかったかも俺。ハッキングじゃない？俺よく今わかったな。ハッキングじゃない？でしょう。やったねー。答えはハッキングだ。説明しよう。犯罪用語と捉えられる場合があるが、正しくは高度な技術力でシステムにアクセスすること。違法なアクセスはクラッキングと呼ぶ。へー。じゃあ、そうだね。ハッカーじゃなくてクラッカーになるの？違法なアクセスする人は。なんかね、誕生日の時にね、必要そうですね、クラッカーね。ちなみに、善意のもとに活動するハッカーをホワイトハッカーやホワイトハットと呼ぶ。クラッカーはブラックハットと呼ばれる。あ、やっぱクラッカーって言葉があるんだ。へぇー。よし。なるほど。ね、もう知識あげる必要ないんだけどね。なんかやっちゃうよね。じゃあ、今日は、ベッキー、マックスの、大家さん。じゃあ、引き続き、バイトしよっかな。優しさあげたいし。あ、大家さんがいる。ちょっと見つからないようにしないと。帽子深くかぶって。フード深くかぶってね。絶対見つからないように。ずっと LINE 未読スルーしてるのバレるから。よし、そーっと、そーっとバレないように行こう。あー、ちょっと早い。あー、こっち見た。やばい。やばいやばい。まだバレてないよね。まだバレてないよね。ララママ、バイトの件ね。優しさを磨こう。未読スルーしてるけど、優しさはね、学びたい。バレた。勤労少年だね。私もそろそろ帰ろっかな。あー、そうだよね。それは気まずいよな。自分の連絡をずっと無視してるやつと一緒に酒なんて飲めねえよな。
よし、今日もバイトや。うん、お客さん入ってくる時間だし、よろしくお願いするわ。お客さん楽しんでるみたいだな。あの包容力盗んでおけよ。ああ、やっぱそうだよね、包容力あるよね。あ、だから優しさが上がるのか。なるほどな。お、こんばんは。裏ぶれたサラリーマン、あら、また随分とくたびれた顔してるわね。まあおかけなさいな。なになに、あらあら、でまた言われ放題、いじめられちゃったの。参ったよ。言い返した途端態度が変わってさ、左遷を匂わせながら、お前は下だろって。その後も俺の席の近くでずっと陰口を言われてさ、あいつは使えないって。うわ、きついな、きついな、その攻撃。今までの俺の成果だって結局は全部騎士の手柄ってことになっちゃってるし。騎士純一郎野球わかる人しかわかんないネタ。それそんなの完全にパワハラってやつじゃない。随分の人がいたものね。もう何人もストレスで会社辞めてるんだ。なのに会社のお偉い方は完全に放置。結局あの会社は岸信介、ありがとう、メモしとくわ。岸信介の城なんだよ。俺たちはただの兵隊、そういうことなんだ。はあ、ねえママ、噂の回答がどうにかしてくれたりしないかな。そうね、なんとかって、私のストレスを盗んでくださいって。うん、怪盗団のリーダーは死んだことになってるはずだけどな。リーダー以外に働けって言ってんのかな。まあ無理だよな。ナナ、今の話聞いたか。うん、三島から聞いた情報だね。ストレスを盗んでやろう、おしゃれ。おいモルガナ、今おしゃれなこと言ってるんだからさ、こう口を挟むなよ。うん、いいだろ今ので。ストレスは盗めないけど、ストレスの元なら盗めるかもな。うん、オッケー。これでまたメメントス行った時にね、やっちゃいましょう。お疲れ様。もう遅いから未成年は帰宅時間よ。7200円、いつもと同じ給料。お金めっちゃあるな。夜の新宿は危ないと、うん、いや誰か一人ぐらい猫に気づけ。よし、さっさ上がんねえかな。まだか。帰るとするか。うん、帰ろ帰ろ。雪降ってない。なあ。やば、テンション上がる。雪じゃん。じゃあ今日は一回また占いでタイちゃんあげとくか。うん、結局占いやってもここがね、あの進展することはなかったので、じゃあまこちゃんの方に行こうかな。うん。いや雪いいなあ、会いに行こう。うん、ちょっと寒くない？まこちゃんその格好。雪降ってるんだよ。コートとかいるでしょ。うん、息抜き。問題ない。この件ね。そうだね、なんかお金貸してとか言ってたもんな。うん、付き合おう。ありがとう、あなたがいてくれると心強いわ。この彼氏、司の悪行の証拠をつかもうと思ってるの。そのために歓楽街で聞き込みをして、確証を得たらそのまま A 子を説得しに行くわ。それじゃ。OK。 なんかさ、マフラーとかしないの。それっぽいホストの話はいくらでもあるんだけどね。まさかの防湿機。絶対寒いって。ほら周りの人の格好見てよ、なんかあったかそうな格好してんじゃん。でも司が悪徳ホストだって言い逃れできないよう、うん、確証は欲しいじゃない。そうだね、きっとこの界隈のキャッチとかなら何か知ってると思うの。俺が嫌いなあのキャッチとか。証拠は足で稼ぐ、お父さんの受け売りね。あ、いつものやつじゃない。へい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 、なんかチャラそうな不愛そうなキャッチだな。何、うちカップル客お断りなんで。うん、司を知らないか。営業妨害、なんなら裏で話する。行きましょう。くそ、ほんと不愛想だなこいつ。この人は、あ、これキャッチなんだ。お兄さん、よかったらいい店紹介するよ。うちカップル同伴 OK だから。あれ、ひょっとして高校生。そう見える。ノリーで、その調子でうちに来ちゃいなよ。司を知らない。司、ああ、ホストか何か。てかまあ、司って名前ホストにいっぱいそうだよね。
悪いけど男の店は紹介してないんだよね。ひょっとして冷やかし？あのさ、俺も暇じゃないんだよ。そこんとこわかるかな？どこが愛想がいいんだ？みんな性格悪いじゃねえか。どっちにしようかな。なんか、お前さっき言ったやつじゃない？見た目一緒じゃん。なんかこっちにしよう。お兄さん、もう店決まってる？実はうちいろんなサービスあって超お得っすよ。お兄さんならメガネ割り、テンパ割り、猫背割り、同伴者割り、それから、バカにしてるわ、帰ろう。軽すぎるだろ。つかさは知らない？つかさ？いや、うち、つかさ割りはないっす。うるせえな。てか、こんだけ聞いたんですから、当然うち入るんですよね。さあさあ、サービスしますせ、逃げよう。少し不安になってきちゃった。本当に何か知ってる人、見つかるかしら。こいつなのじゃ。へい。あ、兄ちゃん、うちで遊んでく？金あんの？すっげえ若いみたいだけど。つかさ知らない？つかさ？てめえ、あいつの仲間か、知ってる。仲間じゃないよ。酒代の弁償？悪いことは言わねえ。その女、さっさと縁切らせろ。じゃねえと、利子とかバカみたいな借金背負わされた挙句、店に沈められるぞ。お前、意外と優しいな。俺の知り合いも、クソ。確証は得られたわね。そうだね。もうすぐシフトの時間よ。店の前で A 子を待ち伏せしましょう。今のでまあ確証は得たけど証拠はないよね、まだね。何の用よ、会長さん。言い方にトゲ。ねえ、例の彼、女性に借金を背負わせて売り飛ばすことで有名だそうよ。暴力団とつながってる可能性もあるわ。ねえ、もう縁切った方がいいよ。そんなこと言うためにわざわざ来たの？もうわざわざ来てやったんだから言うこと聞け。帰ってデータラメ言わないでよ。証言があったの。あなたと同じようにお酒の弁償代頼まれたそうよ。初めは大した金額じゃない。でも利子とかつけて最後は体で稼がされるのよ。お願い、考え直して。うっさい。てか今から彼とデートなの？今日はお店行くって約束で。お店に行くことをデートって言うな。もう邪魔しないでよ。あ、出たな。チースマッターじゃないわ。連絡もらって少し遅めに来たんだけど。なぜ遅めに来る？あれ、お友達も？じゃあみんなでうち来る？パーッとやっちゃう？まあ普段だったらふざけんなって言いたいけど、家に行ったらなんか証拠ありそうだな。ねえこいつら、司の悪口言うの？借金背負わせて体で稼がせるとか嘘だよね。はあ？何それ？そんなの信じちゃうの？ないない、絶対ない。俺の目を見て、姫には嘘つかないよ。姫って彼女の名前ぐらいちゃんと呼びなさいよ。あ、お前まさか A 子の名前知らないんじゃ？それとも呼べない？姫が多すぎて。墓穴を掘ったな、つかさ。つかさ？やだな。まことだろ、最低。さっき連絡くれたばっかじゃん、最低。おい、うちのジョーカーはな、ちゃんと全員名前覚えてるぞ。そういう問題じゃない。そう、やっぱりね。さっきあなたに連絡したのは私。シフトの関係で待ち合わせ5分遅れるって、作詞すぎる。 A 子っぽく絵文字たっぷりでね。自分に見つぐ女はみんな姫。もう顔と名前が一致してないのね。はあ、分かったでしょ A 子、これがこの男の正体よ。そんなの誠が騙すからいけないんじゃ。どういうこと？どういうロジック？もうめちゃくちゃになってるじゃん。もう信じたくないっていう気持ちが先に出て。もうほっといてよ、私には司だけなの。あんたに何がわかるの？さっきからほんとうざいんだけど。周りもみんな見てる。目を覚ましなさいよ。本当はとっくに気づいてるんでしょ？認めたくなくて自分に嘘ついてるだけでしょ。はあ、いい友達だ。行くな、そっちに。いやー、行くな。栄子、あー泣いてる。だって私には司しか、他の誰も
私を見てくれない？そんなことないよ。まこちゃんがこんなにさ、真正面から向き合って見てくれてるじゃん。私が誰と付き合って、どこでバイトしたって、みんな知らないって。出来が良くて周囲から期待される会長に、私みたいな落ちこぼれの気持ち、わかりっこない。優等生ぶってシャシャリ出ないでよ。優等生ぶるつもりなんてない。でもね、目の前の悪を見過ごすことなんて絶対できない。友達を傷つけられて黙ってなんかいられないの。謝りなさい。そしてもう英子に近づかないで。は？さっきからデタラメ言いやがって。女だからって容赦しねえ。痛い目見せてやんぞ。おやんのか。おい、こっちにはなジョーカーもいるしな、猫もいいんだぞ。いけボルガラ引っ掛け。来るなら来なさいよ、かっこいい。うん、自分が相手だ。ふぅ、なんだよてめえ達也。あー、惚れたわ。まこちゃんが今俺確実に今惚れた音がした今。私警察官の娘なの。話があるなら受け付けるわよ。は？お前部があるぞ、つかさ。逃げろ逃げろ。くそ、覚えてるよ。逃げ方ダサ。とんだ見かけ倒しね。なんなの、もう最悪。あ、そこでバイトしてた。ねえ、今の見た？喧嘩か？ホストと若い姉ちゃんがやり合ってたよ。騒ぎ大きくなってきたみたい。うん、ついてこい。そうね。うん。英子、いやー、てかジョーカーはフードかぶれよ。フードかぶって話せよ。うん、ただでさえ目立つことするなって言われてんだろ。いや、走った。逃げろ逃げろ。ここどこ？え、奈良かな。あのエスカルゴに来たのかな。やっちゃった。よりによって友達に手を挙げるなんて。会心の一撃だ。鉄拳制裁よ。自分でもあんな綺麗に決まるとは。才能があるな。でもどうしても目を覚ましてほしくて。思ったらすぐ行動せずにはいられない。本当はそんな自分がいるの。だからこそ普段冷静でいようと心がけてるんだけどね。やっぱりお父さんの血かな。でもダメだよね。あなたがかばってくれなきゃどうなってたか。それにしてもこの店すごいわね。よくこんな場所。あなた本当に何でも知ってるのね。行きつけの店です。バイトしてます。行きつけなの？あなた本当に高校生？人生経験が私とは違うと思うわ。まあ年上2人とな、同じ怪盗団の女の子と付き合ってるぐらいの人生経験はあるかな。最低。そういうのもね、あの人生経験とは言わないよ。A 子と出会って、あなたと行動して、今までにない刺激をたくさん受けた。勉強だけしてたんじゃ見逃すことが多いのね。この世界には私の知らないことがあって、知れば知るほどまだ何も知らないって痛感する。でも勉強と違って一人じゃわからないことも多くて。 A 子には恋愛音痴って言われたけど、歌みたいには練習できないし、どうしたらいいんだろう。あー、ちょっとこの流れまずいですね。やっぱりお前言葉を慎重に選んで、毎回特別な関係になった異性がいるはずって言い聞かせた結果さ、いつも違う選択肢選ぶじゃん。一人で恋愛ってわけにもいかないし。あ、う、あ、あ、う、いや、落ち着け落ち着け。俺考えろ。だって俺は同じサークル内で二股してるようなもんだよ。怪盗団の中でな、二股はな絶対バレる。ここはな、そのうち現れるよ。そう、ごめん。落ちちゃった。おい、BGM 変わったぞ。あの、それって恋愛音痴だから確認させてもらいたいんだけど、間違ってたら悪いんだけど、その私のこと好きなの？好きだ。言っちゃった。そうなんだ。可愛い。めっちゃ照れてる。そういうことだよね。あのね、あなたさえ良ければ
彼女にしてください。12月3日、4人目の犠牲者犯人確保はあ、やだ恥ずかしい。これからもいろいろ大変だけど助け合っていきたいです。いやー、早くジョーカー鉄拳制裁されねえかないやー、4人目かー、かばう。なんかさ、彼女にした後にかばうのアビリティを覚えるのなんか嫌だよねなんか彼女にして自分のこと守らせてるみたいなさ、マジでもう紐ないよ。よし、もう後戻りはできない。後戻りする気ねえだろお前、ひたすら突き進んでるだろ。おお、ララさん、甘酸っぱいお話終わった、聞いてたんかい。ごめんなさい、ウーロン茶だけなんて迷惑でしたよね。あら、私は若い子たちのフレッシュな青春ドラマが見物できて満足よ。なんていうか、弾けるレモン&ピーチの香り思い出すわ。私も若い頃は。いい、その話はいい。うん、帰ろ。よし帰ろ帰ろ。それじゃ。うん。はぁ、あ。また新たな犠牲者が。あ、今大丈夫？ごめんね、さっき別れたばかりなのに。あのね、あなたのおかげで英子を守ることができたと思う。私だけじゃきっと無理だった。本当にありがとう。うん、誠のためなら。調子乗ってんな。そんな私のためならとか嬉しそうだな意外とこういうまこちゃんタイプの子ってキザなセリフに弱かったりするよね。でも嬉しい、優しいね。英子が落ち着いたらね、連絡してみようと思うの。ただその前にあなたから勇気をもらいたくて。英子にとってはな、なんか自分のな恋路を邪魔してきたやつに彼氏できてるわけだからな。なんか英子がかわいそうになってきた。うん、もう大丈夫。これで英子ともじっくり話せると思う。それでそのね、とっても頼りになるのね。彼氏って。あ、そのまた連絡するから、じゃあバイバイって。かわいい、まこちゃん可愛くない？めちゃくちゃ可愛いな。お、指導の話ばっかよ。政治とかわかんないけど指導は好き。アホしかいねえな。総理大臣になるんでしょ？かっこいいよね。ただいま。帰ったか。よし、じゃあ今日はここまでにしとこっかな。あー、いよいよ。いよいよ、とうとう、同じ回答団の中で二股してしまった。もう後には引けない。はるちゃん、双葉、待ってるよ最低。あ、そういえばね、今日、家に届いたんですけど、メルカリでね、ペルソナ5ダンシングスターナイトと、キャサリンフルボディを買いました。イエーイ。いつやるかわかんないですけど、いつかやりたいなと思ってるので、皆さんね、僕があのペルソナ5のさ、実況終わった瞬間チャンネル解除とか見てね。他のゲームとかもいっぱいやるからね。うん、引き続きよろしくお願いします。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではバイバーイ。